さいね。はい、最初にご案内してその後解散しますので、それまでちょっとお付き合いください。はい、ちょっとこちらの方でご案内させていただきます。よろしいでしょうかね。ちょうどこちらの方から行きまして、正面ご覧いただいております、こちらの方が篠池地獄でございます。酸化鉄と呼ばれる鉄分が多く含まれている地獄として知られておりまして、下の粘土質があのように赤く見えることでこの篠池という名前で呼ばれておりますが、お湯自体はですね透明なんですけどもね、その粘土質を使いました篠池団子、唯一この篠池地獄で販売しているものなんですけども、皮膚病とかになかなか効果があるというふうに伝えられているものです。それが販売してますのこちらの右手の方に小屋がありますよね、こちらの方で唯一販売しているところでもございます。で、左手奥の方には足湯などもございますので、でこちらの方で入っていただいて、一応最終的に12時10分までにはバスの方にお戻りください。バスにお戻りいただく際必ずお手洗いはお済ませください。それでは解散です。はい、12時10分にバスです。今何時ですか。今ですね、47分ぐらいかな。了解です。多分5分前に。